24時間先からハローハローって僕を呼ぶ声がする。はい、続きましてセッション2、セッション2回目に移りたいと思います。はい、コーチは高井玲さん、玲さん、そしてクライアント小泉大華さんです。よろしくお願いします。こんにちは皆さん。玲さんどうも。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、玲です。はい、ねえ玲さん、まあ僕も帽子よく被ってるんですけど、うん、玲さんのそのハットのステッキ、ありがとうございます。はい、小泉も可愛いよ。ありがとうございます。褒め合ったところでね。はい、ありがとうございます。大事だからね。大事ですからね。はい、タイガーさんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。はい。はじめまして、よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい、そしたらレサーの、自己紹介と今日の意気込みをぜひよろしくお願いします。自己紹介。はい。旅人ナスメンコーチをしてます。レサーです。ね、普段はね、ナスメンの看護コーチ、ナスメンの一員として活動してたり、看護コーチ協会に所属して看護師さんに向けたコーチングを広める活動をしてます。はい、よろしく。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、タイガーさんもよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そしたらですね、レッスン早速セッションに移っていきたいと思いますが、はい、ご準備よろしいでしょうか。はい、はい、はい、それではレッスンセッションスタートします。よろしくお願いします。はい、タイガさん聞こえますか。はい、聞こえてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあタイガさん、早速お話を聞きたいなと思うんだけど、その前に何か準備しておくことありますか。準備しておくこと、うん、いや、大丈夫だと思いますよ。大丈夫。はい。はい、じゃあ早速お話を聞いていきたいなと思うんですけれども、今日はどんなお話しますか。はい、そうですね、私今モンゴルに住んでまして。モンゴル、ちょっとさっき一瞬音声が途切れちゃってちょっと不安なんですけど、15分持ってくれることを願ってます。で、そうですね、話したいテーマとしては、あと多分今駐在っていう形でだいたい3年ぐらいこういる予定なんですけど、今2年がちょうど終わってちょっと経っていて、あとまあ1年弱ぐらいしかモンゴルにいれないかなというところを思ってるので、なんかモンゴルでやり残したことがないかとか、あとだから1年弱の間にモンゴルでやり残したことがあるのであれば、それを終わらせたい、モンゴルでやりきったっていう状態をで帰りたいなと思ってるので、なんかそれまでにやり残したこととか、やりきったと思えるためには何をやっておけばいいのかっていうのが、をはっきりさせたいなと思ってます。なるほど。モンゴルで何をやり残しただろうっていうのをはっきりさせたいっていうのが今日のテーマ。ね、なるほどね。はい、大丈夫です。わかりました。この15分でどんなことがはっきりできたらいいなっていうふうに思ってますか？そうですね。なかなか15分だと難しいかもしれないですけど、うん、これとこれはあと1年以内にやらなきゃっていうことが明確に分かってたりとか、うん、あとなんか、うん、あ、こんなことやり残してたんだっていうのが新しくこう発見できたら、ありがたいなと思ってます。おお、新しい発見もあればいいな。っていうところなんですね。なんかこう2つ3つはこれをやり残してるみたいな、今漠然と分かってるんですけど、うん、他にもなんかあるんじゃないかなと思ってて、帰った後に後悔したくないなっていうのがあります。なるほど、なるほど、分かりました。じゃあ早速いくつか質問したいんですけどもいいですか。はい、お願いします。このテーマはタイガさんにとってどれぐらい大切なものなんですか。おー、大切さ、うん、なんか人生を使い切りたいっていう願望があって、なのでせっかくこうモンゴルにいられる3年間をベストだったなと思える形で終えたいので、そういう意味ではめちゃくちゃ大事なあと1年かなと思ってるので、大事さは結構大事な気がします。今タイガさんのね、人生を使い切りたいっていう言葉に僕は背中がゾクゾクしたの。はい、僕ね、しびれた瞬間がありました。本当ですか。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。タイガさん、もしそれが手に入ったらどういう感情になれそうだろう。おお、
手に入ったら。それは、なんかこう、やりきったらっていうイメージですかね。うん。やっぱ、あれですかね、多分、自信がつくだろうなと思ってて、多分、こう、モンゴル終わって、多分、じゃあ空港に、成田空港に多分着くと思うんですけど、その時とか、多分、やりきったなっていう感じで、うん、なんかこう、自信を持って次のステップに進む。うん、な形でこう成田を歩けるとめちゃくちゃ嬉しいですね。なるほど。その時どんな服着てそう？服どうだろうな。服、まあでも僕大体飛行機はスウェットに、うん、何でしょう、セーターとかパーカーとか、うん、そんな感じなんで、なんかそこは確かにあんまりかっこよくないですね。まあでも多分現実そんな感じだと思います。うん、ね、はい、今やりたいと思っててまだ手をつけてないことってありますか？そうですね、なんかいくつかは思い浮かんでいて、うん、一つはせっかくモンゴルにいるのにコロナで、あんまり行動範囲とか結構制限されてしまっていて、遊牧民生活、うん、実際にモンゴルってまだ遊牧民がいっぱいいらっしゃるんですけど、うんうんうん、その生活ができてないですね、うん、なので1泊2とか2泊3日で遊牧民体験はしてから帰りたいなというのが一つですかね、うんうん、で、あとこれいっぱいあるんですけど、あの他にはなんだっけな、あゴビ砂漠ってモンゴルに砂漠があって、うん、そこにも行けてないんですので、うんうん、そこも見ておきたいっていうのがあるんですね。で他もあって、まあ、仕事で言うと一つはなんかこう今コーチングを実は今年の8月の末から学び始めたんですけど、うん、それを使って自分の職場のスタッフ向けに、うんうん、コーチングを使いながらこういい職場環境、いい人材をこう育成したいみたいなところがあって、うんうんうん、そこはやっててから帰りたいなと。なので私がいなくなっても安心してこう任せられるみたいな状況を作りたい、うん、っていうのが、うん、なんかこの3つぐらいは最近思ってたことですかね。なるほど、うんうん、遊牧民生活をしてみたいっていうのと、ゴビ砂漠を見てみたいっていうのと、職場の仲間たちにアプローチしたいっていう3つが今あったんだけども、はい、優先順位はどれが高いんですか？おー難しいな。でもなんかそうだな、人生を振り返って一番達成感がありそうなのは職場でのコーチングですかね。おお、うんうんうん、それが大事だって思った何かこう思いっていうのはどういったところがあるんですか？そうですね、これはなんか私結構自分で企画を仕事の企画を作って、で自分で実行しちゃうみたいなところがあって、うん、で周りもモンゴル人のスタッフ一緒に巻き込みながらやってるんですけど、うん、私がいなくなると誰が進めるんだろうっていうところは自分でも思うし、いろんな人に言われてしまってて、あなたいなくなったこと後のこと考えてないってすごいいろんな人に言われてるでなるほどそこを自信を持って、何でしょう、私がいなくなっても回せるなとかと思ってで帰れると、うん、なんでしょうね、今後もモンゴルが発展していくんだろうなとか、うん、そういうことを思って帰れる、うん、あれですかね。今話を聞いて僕感じたことを言葉にしてもいいですか？ぜひお願いします。なんかタイガさん今3つ目のね、優先順位が一番高いって言ったそのチームへのアプローチ、一人でやろうとしているように僕には聞こえたんだけど、うん、それ聞いてどうです、タイガさん？そうですね、そうですね、もともとは一人でやろうとしてたんですけど、最近ちょっといろいろ考える中で、これ先週ぐらいから思い始めたんですけど、うん、やっぱり一人じゃ絶対無理だなと思って、30人ぐらいこう職場に、うん、スタッフがいるので、でそのうちのこう6、7人がこう日本人なので、うん、まずその日本人と共同でこうチームを、うん、あとはモンゴル人でもこうモンゴル人がこうそのコーチングを
あ、すみません、インタラクトから。そう、コーチングを事務所内に広めていくみたいな体制を、うん、の企画書をこれから作ろうかなと思ってるので。おお、企画書、なるほど。うん、そういう意味では、そうですね、最近はいろんな人巻き込みながらと思ってるんですけど、最初の多分コーチングを全員知らないので、そこの企画書は自分が作んなきゃなとは思ってます。うんうん、最初の企画書は自分で作る、うん。次のステップとしてはどういうふうに考えてるんですか？そうですね、次のステップは、できるだけこう11月の中旬までには企画書をまとめて、うんうん、で周りにいるにまず日本人管理職とか、うん、日本人の目的なポジションの人に、それを説明してフィードバックをもらうって修正する、それを11月中にやって12月から実際動き出すみたいな感じですかね、多分。うんうんうん、タイガーさん、あまりなんだろう、辛そうじゃなさそう、なんか楽しそうに話してるなって僕今話聞いて感じました。あ、そうですか。うん、辛さはそうですね、そんなに今はどっちかというと本当になんかモンゴルの方に本当に協力いただいてるので、本当に恩返ししたいなっていうのがあと1年はすごい強く思っていて、恩返しで今まで、はい、なんか私一緒に働いてるスタッフが割と私より年上 の、 あの女性の方が多かったりして、でもう最初はなんか息子みたいな感じで可愛がってんですけど今はなんかこう、ね、お姉ちゃんみたいな感じに感じていて、でなんかそこにうまく恩返ししたいなっていうのはありますね。なのね、恩返しって、ね、何回か言葉なんですけど、結構幸せな幸せな、はい、恩返し。途切れちゃった。もう一回お願いします。ごめんなさい。はい。そう、恩返しをできたらなと思っているので、うん、なんか辛いっていう感覚が全くないですね。なるほど。なんかね、今の恩返しっていう言葉にはすごくね、温かいものが流れてきた、僕の胸の中に。うん。うん。タイガーさんの中で、なんだろう。仲間への思いっていうのが僕の中にはね、ちょっと温かいものとして感じました。うん、ありがとうございます。それ聞いてタイガーさんどう感じます？そうですね。なんかそれ言われるとすごい嬉しいですね。温かいってあんまり言われないなと思ってて、だから聞かないなと思っていて、そうなんかいい言葉だなって率直に思いましたね。多分私の心今温かいですね、本当に。うんうんうん、恩返し。で、しかも恩返しっていう言葉をあんまり使ったことがない気もしていて、そういう意味では、恩返しとか温かい言葉は個人的には結構好きかもしれないですね。うん。あまり使ったことがない恩返し、うん。そうですね。全然使ったことないですね。初めてかもしれない。うん、パワーワードありがとうございます。まあまあ、そうか、タイガーさんにとってのパワーワードが見つかったみたいでよかったです、それは。そうですね。はい、ありがたいです、ね。タイガーさん、取材が終わったとき、周りの人とどういう今、表情してそう？ちょっと想像してみたら。なんか、そうですね。それなんか一人イメージとしてはもう一人一人本当に何でしょう、手紙じゃないですけど、うん、本当にありがたい思いを言葉でちゃんと伝えたい、30人それぞれは思いますかね。ので最後なんか全員抱きしめてから帰りたいですね。こんな思ったことなかったですよ。最初そんな仲良くなかったですから。本当ですか。はい。僕今話を聞いてすごくね、全身今鳥肌立ってます。目がねすごく熱くなってね、目頭がちょっとね潤んできました。あ、本当ですか。僕もちょっと想像したらちょっとそういう感じでしたね。うん、なるほど。うん、タイガーさん、ここまで話してみて、はい、何か気づいたこと感じたことありますか？
そうですね。いろいろありましたけど、やっぱり好きなんでしょうね、モンゴルの人。いいですね。うん。すごい。愛を感じますね、自分から。ああ、いいですね。自分から愛を感じる。素敵なフレーズですね、それこそ。確かに、ちょっと気持ち悪いですね。これみんなに言ってるのが超気持ち悪いですね。恥ずかしいです。うん、次のアクションを考えるとしたら、明日どんなアクションをしますか？アクション。いや、どうだろうな。次のアクション。どうだろうな。まあでもなんか、やっぱり日々仕事をしてると、その愛を忘れてしまうときは多分あると思うんですね。のでそこは、なんか今日せっかくこういう機会なので、もう絶対彼らに愛を持って接することをなんとなく心にこう決めて、接していこうかなと思いますね。で、多分それを持ち続けてると1年後本当に帰るっていう時にはちゃんとなんかその愛を伝えられる気がしますね。なるほど。タイガさん、今日は本当に素敵なお話ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。なんかすごい話ですね。はい。じゃあこれからも応援してます。ありがとうございます。頑張ります。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、レイソン、タイガさんありがとうございました。ありがとうございました。みんなセッション。はい。はい、タイガさん、モンゴルからだったんですね。はい、実はそうです。はい。はい、さて、そしたらぜひ、まず最初、ケンタロウさんから総評いただければと思いますが、ケンタロウさん、いかがでしたでしょうか。お疲れ様でした、お二人、ありがとうございました。興味深いセッションでした。もう一声って感じはしたのが正直なところで、矢継ぎ早に行くなら行けと思ったの。もっとなんかこうタイガさんがこうごまごまどんどん答えなきゃ間に合わないぐらい早く展開させちゃうとか、なんかそんな感じがあるとちょっとこう緩急っていうところだと Q のところにもっと踏み込めてクライアントさんの思考を外せたんじゃないかなって気はするのね。なんでこうそれは考えつかなかった、まだそこまでとかいう感じをもうちょっと演出するとしたら早くかなと思ったんだけど、かといってゆっくりでもなかったので割とこう食い気味には言ってたので、もうどっちかにもうちょっと寄せたら特徴が出やすいかなって気がしたのと、あとなんか帽子とメガネは途中で変えてほしかった。エンタメだからね。そっか。なんか羽織るとかさ、なんかこう、ね、そういう感じな感じなんかあっても面白かったかなと思いました。なんでそういうこう見た目もなんかこう、例えばねオンラインでやってると見た目はいろいろと工夫できるので、なんかもっと近く寄ってみたりとか、そこのぐらい寄ってみたりとかさ、離れてみたりとかこっち行ってみたりとか、そういうのはもしかしたら工夫としてはできるかなというふうに思いました。ありがとうございます。レイさんが帽子をかぶってきたために新しい提案がされてました。でも確かにね、素敵なハットだとメガネ、レイさんのねやっぱり見た目のやっぱりイメージもすごく大きいですからね。ケンタロウさんも普段意識されてるんですか。はい、ちょっと話変わっちゃいますか。はい、してます。靴とかメガネとかですね。そう、なんか映像でどう映るかっていうところは、割とこの1年2年ね、だいぶこう気にしているところではありますよね。ここからして見えないし、こうね、こう毛穴レベルみたいなのも伝わりにくいので、それをこうどう代用するかみたいなことはこう研究材料としてはやってたりはしますね。サングラスかけよう、そういいね。ずらしてみるとか。なるほど。はい、ケンタロウさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、アセジュンさん、いかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございます。
なんかあのタイガさんの壁がすごい素敵だなと思って、どうりで日本じゃないんだなっていう。あね、あれね。はい。で、いやセッションはそうですね。なんか前半深掘りしたいところは深掘りされてるなって感じたのと、あとなんか感じたことをこう率直に伝えるなんかこうスタイルも素敵だなと思って見ておりました。で、結構なんかこうあのレイさんのこう癖がある感じがあってですね、なんかこれ自体が何でしょう、クライアントとの関係にどう影響してるかとか、セッションの場の深まりにどう相互作用してるんだろうかとか、まあ、この辺になんかこう自覚的になれることが結構コーチ大事かなと思ってまして、意図してなんかそれが使えてるんだといいと思うんですけども、なんかそんなことが、まあ、セッションにちょっとどう関係あるか、今回の人生にどう関係するかちょっと置いておいて、あの専念があなんかこう大事なポイントとして気になったなというところでございました。ありがとうございます。はい、セジュンさんありがとうございます。はい、そしたらトモマさんいかがでしたでしょうか。はい、レイさん前回に引き続きコーチ素晴らしい。もうね、あのレイさんのキャラが若干立ってるので、うん、それについてはあの意義を唱えたい。いい意味ですよね。そうそう、いい意味で、はい、あの私結構好きなので、はい、立ってるんだけど、うん、今回クライアントも結構全然違う意味であのキャラが立ってる感じだったから、そこをもっといじってほしかったなってインターテインメント的には思ったっていうとこですかね、うん、なるほど、はい、レイさんが立ってるがために、はい、どうもありがとうございます。確かにタイガさんね、モンゴルにいらっしゃるってこともすごいですけど、そうそう、まず声ミュートしてなかったからさ、声入っちゃったよ。はい、声もいただきました、ありがとうございます。はい、八奥さんいかがでしたでしょうか。はい、レイさんお疲れ様でした。あの友松さんが言うにもキャラなんですよね、レイさん。キャラをどう生かすか、はい、タメ語結構入るじゃないですか、であれが本当にクライアントにどう作用するか、私結構あの真面目な人なのでコーチングスキル的に言うとペーシングっていう観点からいくとタメ語は今回 NG かなって思うんです、うん、あのクライアントのタイガさんはデスマスで話している、うん、でそこに最初は合わせていった方がいいかなって、はい、でだんだん砕けてきたりちょっと砕けさせていこうみたいな、そういう策略を持ってあえてタメ語で言ってみる途中からみたいなのだといいのかな。なんか初対面でいきなりタメ語ってえって思う、まあ、日本人ね日本人思う人多いので、その加減を予測したり、ね、計算したりして使いこなしていくと、もっともっとクライアントとのこうラポール的な部分がねぐわって近づくんじゃないのかなって思います。ね、そのレイさんのキャラがいい感じでクライアントをこう飲み込んで、クライアントがそこで弾けるみたいな、はい、展開を、はい、思いました。はい、レイさん、タイガさんありがとうございました。はい、奥さんありがとうございます。はい、レイさん、タイガさん。とはいえ、とはいえというか、チャットではもう本当に愛がある、ほっこりしたというね、コメントがたくさん寄せられてますが、レイさん、改めて、終えられていかがでしたでしょうか。はい、私よりも、まずクライアントのための時間として15分提供したので、うん、タイガーさんからのフィードバックが僕は欲しいなと思ってます。あ、そしたらちょっとお伺いしちゃおうかな。タイガーさん、いかがでしたでしょうか。ありがとうございます。そうですね、なんか、うん、全然愛の話をするつもりはゼロだったんですけど、はい、急に愛に引っ張られて、でもなんかすごいすっきりしてるというか、一番今はそれが結局良かったなとすごいなんか思っていて、うん、なんか明日からもこの 愛とか、なんか温かいとか、あと恩返しとか、なんかそういう新しい自分の中でのこう軸というか、なんかそういうものが見つかって、すごいいいセッションだったなと思います。本当に感謝してます。ありがとうございます。あ、嬉しいです。感謝します。こちらこそ。はい、ということで、はい、第2番目、はい、レイさんとタイガさんでした。ありがとうございました。どうも、どうぞ。はい、24時間先からハローハローって僕を呼ぶ声がする。